独自トークンが誕生すれば200万円のエアドロは固いと言われるメタマスクにパンダが続々と登場しています。ステーキング収支の一括管理に続きリアル世界での電子決済機能まで新設されます。メタマスクトークン誕生は意外と近いかもしれません。どうも皆さんこんにちは、クリプト機動隊のマリです。本日の動画では世界一のユーザー数を誇る仮想通貨ウォレットメタマスクについて動画にしました。すでに仮想通貨取引をされている方、メタマスクについてとっくに把握してるって方もいるかもしれません。ただ本当に全て把握できていますでしょうか。メタマスクは年明けまでに最新情報が次々と更新されていて、今年一気に機能が増えたり、今まで仮想通貨に触れてこなかった人まで浸透してくる可能性が出てきました。さらにはメタマスクの開発が順調に進めば進むほどあなたも待ちに待っているであろう。メタマスクの独自トークンの誕生も現実味を帯びてくるかもしれません。例えばメタマスクと同じ DEX のトークンといえばユニスワップがありますが、ユニスワップはその知名度と話題性の大きさからトークンが誕生するときに実施されたエアドロに参加した人は日本円で1人200万円前後をゲットしちゃったんですね。仮想通貨初心者の人も今よりまだまだ多かったため、これで仮想通貨にハマった人も多かったと思います。もしユニスワップ同様かむしろそれ以上に知名度や使用率が上がっているメタマスクのガバナンストークンのエアドロが行われたら、ユニスワップをはるかにしのぐ金額がついても全く違和感ないですよね。その際は1人当たり300万円400万円という給付金がもらえるかもしれません。さらにその後2025年に向けて上がってくると言われる仮想通貨市場の中で、その300万円400万円もさらに10倍100倍と価格を上げていくことでメタマスク長者のような人も誕生するかもしれません。これほどまで期待値の高いメタマスクのトークン誕生の時を見逃さないようにするためにも、日頃から情報を追い続けることが大切です。本日はまず今分かっているメタマスクの最新情報を解説していきますので、メタマスクをもっと便利に使いたい、メタマスクトークンの登場に乗り遅れたくない、激アツエアドロ一撃で億の資産を夢見たい、そんな方は今日の動画は飛ばさずに最後までご覧ください。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば、仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は、投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方は、この動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは本編入っていきます。2023年から新たに仮想通貨を始めたいという方もいるかと思いますので、まずはメタマスクの概要についてさらっと解説していきます。メタマスクはウェブブラウザの拡張機能やスマホアプリとして利用できる暗号資産専用のソフトウェアウォレットです。ウォレット自体もソフトウェアウォレット、ハードウォレット、デスクトップウォレット、取引所のウォレットなど様々あり、それぞれ特徴やメリットがあるので、もしこれから初めて仮想通貨ウォレットを手に入れるという方は一度調べてみることをお勧めします。もちろんわからないことはクリプト機動隊の公式 LINE からどんなことでも聞いてきてください。メタマスクの特徴としては7つありますので、順を追って解説していきます。まず1つ目、改めて暗号資産ウォレットにはオンラインウォレットやハードウォレットなど保管形態の異なるウォレットがざっくり5種類あるのですが、その中でメタマスクはパソコンにウォレットをインストールして利用するデスクトップウォレットと、スマホやタブレットなどにアプリをインストールして利用するモバイルウォレットの2タイプあります。 Google Chrome、Firefox、Brave、Edge、Opera などのブラウザかスマホと紐付けてアプリとして使うのが一般的です。次に2つ目、メタマスクは資産をアクセスするための秘密鍵を紙や人によっては鉄板などに焼き付けてオフラインで保存することができます。そのため ID やパスワードをサーバー上で管理するウォレットと比べるとハッキングなどのリスクを抑えやすいというメリットがあります。また秘密鍵やアカウント情報をユーザー自身が管理するので、不正や情報漏洩など運営サイドの不祥事による資産の損失を防ぐことが可能です。そして3つ目、メタマスクはイーサとイーサリアムベースである ERC20 や ERC721 など全ての ERC トークンに対応しています。複数のウォレットを同時に管理することができるので、とても分かりやすく管理の手間を省くことができます。次に4つ目ですが、メタマスクは NFT プラットフォームや DeFi といった幅広い種類の DAPS に接続利用することができます。メタマスクが利用できる DeFi プロトコルやアプリケーションは1万7000を超えているため、
DAPS を快適に利用するための必要不可欠なウォレットであると言えますね。また BSC やアバランチなどのイーサリアム以外のネットワークにも接続することができるので、 BSC 上の DAPS、DeFi なども利用することができます。そして5つ目ですが、メタマスクではトークンをスワップできます。利用したい DAPS などのサービスで使われるネイティブトークンがすぐに欲しい時などに活用することができます。そしたら次に6つ目ですね。メタマスクはガス代を任意で設定できます。ガス代は本来イーサリアムネットワークの混雑状況によって価格が変動します。イーサリアムネットワークは時間あたりに処理できる取引の件数が決まっているので、高いガス代を払ったユーザーが先に処理を行う仕組みなんですね。そんな中、手数料を節約したいときやすぐにトークンをスワップしたいときなど、自分でガス代を設定できるのは大きなメリットになります。そして最後7つ目です。メタマスクは NFT を管理をすることもできます。 NFT アートや NFT アイテムなどの見た目そのままで表示することもできて、管理がとても楽です。NFT プラットフォームで売買をして、その際に NFT を出し入れする際、入出庫先にメタマスクが利用できるため、自分で保管しておくことが可能なんです。ここまでメタマスクの概要部分を解説してきましたが、ここからはそんなメタマスクの最新情報を共有していきます。大きく分けて3つあります。まず1つ目ですね。メタマスクは昨年12月14日にデジタル決済大手のペイパルと提携したことを発表しました。今後メタマスクのユーザーがアプリ上からペイパルのアカウントを通じてイーサリアムを購入したり、ペイパルのデジタルウォレットにあるイーサリアムをメタマスクに送金したりすることができるようになる予定です。この新しい機能はまずアメリカの一部のペイパルユーザーにのみ提供され、その後数週間かけて対象となるアメリカの全ての顧客に展開される予定です。いよいよ仮想通貨取引やメタマスクが現実社会に浸透してくる兆しになるのかなと私は考えています。日本を含んだ他の国でのサービス展開は現時点ではまだ発表されていませんが、今後発表される可能性は高いので、情報が出次第共有したいと思います。次に2つ目です。メタマスクは昨年12月28日に新機能としてポートフォリオ DAPS の提供を開始しました。この機能は複数のアカウントやネットワークをまたいだ保有資産の状況を一目で把握できるといった内容ですね。この機能はメタマスクのブラウザ拡張版とモバイルアプリ両方から利用できます。そして現時点ではイーサリアム、オプティミズム、BNB などといった7つのネットワークに対応しています。メタマスク一つあれば可能なことがどんどん増えていることがわかります。そして最後3つ目ですね。メタマスクは1月13日にイーサのステーキング機能をリリースしました。同時にリキッドステーキングという仮想通貨のステーキング金利を受け取りながら、その代替資産を運用できる DeFi の仕組みも整えています。一定の条件によってステーキングしたイーサは今年の3月実施予定のアップデート、上海まで引き出せない制約もあるようなので、そこだけ注意が必要です。そしてメタマスクのステーキング機能はメタマスクポートフォリオダップから利用できて、ブラウザ拡張とモバイルアプリ両方でアクセス可能です。交換機能を通じて代替資産を即座にイーサに交換することもできます。メタマスクのプロダクトマネージャーのマイアン氏はメタマスクステーキングについて、 Web3 全体でステーキングするための最も簡単で便利な方法にしたいと説明しています。ぜひこの新機能にも期待したいと思います。ここまでメタマスクの最新情報をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。一つ一つの機能のアップデート自体も大事ですが、それぞれの機能が長い目で見てどう使われていくのか、世間に浸透していくのか、ひいてはそれがガバナンストークンの誕生に関わってくるのか、そういった目線でニュースを追っていくことが何より大切です。もちろん初心者の方は何から考えていけばよいのかわからない人も多いと思いますので、そんな時はぜひクリプト機動隊の公式 LINE にご登録いただき、どんなことでも聞いていただけたら幸いです。また動画内容と別に仮想通貨について聞きたいことがある方もご連絡いただけたら個別で対応させていただきます。まだまだ他にも様々な銘柄やアプリや草コイン、そしてそれを購入するための資金の作り方などお伝えしたいことは山ほどあります。動画ではとても伝えきれないので、ぜひ公式 LINE から聞きたいことは何でも聞いてきてください。あなたに合った資産構築の方法を提案させていただきます。あなたからのご連絡お待ちしています。ご希望であれば、我々が普段仮想通貨投資により大きな資金を使うことができるように、毎日ごく短時間で月収50から150万円程度の資金を作っている方法もあなたに教えられる範囲で情報共有しますので、もし仮想通貨情報以外にそちらの情報も知りたいという方は、クリプト機動隊の公式 LINE から短期資産構築とキーワードを送ってきてください。あなたの状況や資産投資経験に合わせてこの資金構築術について解説させていただきます。その通り進めていただくだけでも、1ヶ月で1万円を5万円、10万円、10万円を100万円、150万円と増やす程度であれば、そこまで難しいことではないので、短期で資金を大きく増やしたいという方はぜひキーワードメッセージをお待ちしております。こんな感じでクリプト機動隊の動画は、仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、
この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたいそう思われている方は必ず1. チャンネル登録 2. 公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。